アスリートアイドルマミーことタナマミカです。よろしくお願いします。マミー。あれと
はい、そして、はい、元気と笑顔がトレードマーク、お日様みたいに輝きたい、四日市のパワフルアイドル、ミキティこと伊藤美希です。よろしくお願いします。ミキティー！ミキティさん、似合ってる。はい、四日市のセクシーアイドル、田中さばりセリーヌです。よろしくお願いします。よ、セリーヌ。はい、そして、はい、ふんわふんわふんわり、くるくるくるり、かわいいが私の特徴です。四日市のほんわかアイドル、あゆちゃんことセコユミです。よろしくお願いします。あゆちゃん、あゆちゃん、今日もかわいい、ありがとうございます。はいはいはい、かわいいです。はい、あゆちゃん今日もかわいいです。ありがとう。はいはいはい、いつもはね、5人なんですけれども、はい、違うよ。はい、じゃあ1曲目にお聞きいただいたのは、あれちょっとだけ、こっちが先ちゃう、どっちか先でもいいよ。はい、じゃあ先に、1曲目にお聴きいただいたのは、はい、ダッシュの私たちのテーマソング、はい、フェイバリットオブフォーセールズをお聴きいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ね、いつもはね、うん、はい、5人なんですけど、はい、そうなんですね、今日はリーダーが学校のことで、はい、そう、学校のことでちょっと今日はお休みということで、はい、ひかんちゃんね、年下4人で頑張っていきます。はい、1人年上おるよ。うん、あ、うちじゃあこの人、オレンジ以外はみんな17、18なんですよ。はい、で、これ20ですね。はい、元気もんです。はい、今日も元気いきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、さてさて、次の曲に行きたいと思います。はい、はい、もう今、8月、うん、そうですね、もうすぐで真ん中、もう終わりやで、夏休み、うん、もうさ、この前も四日市祭りもあったし、そうです、今度も四日市花火大会、あ、21な、ね、そう、そのね、お祭りごとにぴったりな歌があって、はい、あれやな、そう、あれしかないんですよ、うん、お祭りが歌詞に入って、四日市のお祭りとか、はい、いろんなイベントごとが歌詞に入っていたり、うん、好きな男の子を射止めるためにいろんな作戦を立てて頑張る女の子を描いた歌になります。はい、はいはい、では、いけますか？準備 OK かな？あー、OK、いける、はい、はい、それでは、参りましょう。夏恋大作戦！待ちきれない
ありがとうございます。ありがとうございます。初恋大作戦も聴きいただきました。はい、ということで2曲終わりましたけども、はい、はい、そうですね、ちょっとここでいつものように告知を挟みたいと思います。はい、はい、次の出演予定からいきたいと思います。はい、はい、次の出演予定は、はい、は第、はい、4日市第4日市花火大会です。はい、大丈夫大丈夫か。はい、8月の21日、うん、はい、はい、の日曜日です、ね、日曜日に花火大会の前に、はい、ライブをちょっと行いたいと思います。はい、ね、詳細は、ホームページ、ツイッター、ウェブロー、フェイスブックを見てください。はい、はい、それでね、その花火大会が雨になってしまった場合は、は翌週の日曜日28日に花火大会が延期になります。はい、はい、で、2つ目の出演予定が、はい、9月の11日、はい、日曜日、はい、ここです、ここで今日のように、今日のようにキッズステージミニライブリンゴ大会の司会をさせていただきます。はい、はいはい、そして8月の、はい、8月じゃないよ、9月の18、はいはい、日は桑名市民会館の方で、はいはい、きらめきアンフォレットさんと定期公演みたいなやつで、はい、ご一緒させていただいてるんですが、定期公演ではないですね。あ、定期公演でいつもご一緒、そう、定期公演でご一緒させていただいている、はい、きらめきアンフォレットさんと、はい、今度は桑名市民会館で、はい、イベントをさせていただきます。はい、詳細はまだ出ていないので、うん、私たちのホームページとか、決まり次第随時、はい、更新していくんで、はい、見てください。はい、お願いします。お願いします。よかった。はい、そして2つ目、はい、私たちがパーソナリティを務めるラジオがあります。はい、FM ポートウェーブ 76.8MHz から毎週土曜日の11時からと、日曜日の夜22時40分から再放送でお届けしています。はい、サイマルラジオとかキスラジオも聞けるので、はい、4人なんですけどね、はい、ひかちゃんを踏まえて5人の、そうそう、ラジオを、はい、聞いていただけたらなと思います。はい、お願いします。はい、私から3つ目です。はい、はいはい、私たちの持ち曲3曲がジョイサウンドカラオケに配信されています。はい、はい、ジョイサウンド F1 とジョイサウンド MAX っていう2つの機種で配信されていますので、はい、構成でずっと検索してもらって歌っていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、お願いします。そして私から最後のお知らせです。はい、私たちはね、今日先ほども言いましたけども4人なんですけども、はい、はい、ね、リーダーのひかちゃんがいまして5人でいつも活動しているんですが、はい、メンバーをまだまだ大募集中です。はい、詳しい、ね、内容は、うん、もう先ほど言いました、 Facebook、Twitter、 ホームページ、アメオブログ、はい、フォーセールズって検索していただいて、はい、いただけたらなと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、この他にもね、予定が決まり次第、ホームページとか、うん、報告がありましたら、ホームページ、ツイッター、メブロ、フェイスブック、全部投稿していくので、皆さん見てください。はい、お願いします。はい、ではでは、最後の曲に、はい、行きたいと思います。はい、最後の曲は、最後の曲はですね、はい、もう皆さんもご存知、はい、四日市のご当地キャラ、小乳道くんがテーマになった曲です。はい、はい、小乳道くんですね。え、小乳道くんですね。小乳道くんです。有名な小乳道くんです、ね。有名な小乳道くんです。めっちゃ遅いやん。はい、好きだよ、もう好きなん。その哺乳道くん、ね、哺乳道くん音頭は知ってる方いると思うんですけども、はい、うん、私たちフォーセールズが歌う哺乳道くんはロックな哺乳道くんになってますので、はい、皆さんもね、座ってでもいいので盛り上がっていただけたらなと思います。はい、はい、ではスタンバイ、スタンバイ。それでは聞いてください、哺乳道くんが行く。目覚ましの
のは小乳道くんが行くでした。はい、はいはい、アドリブ禁止。えはい、締めでいい？そうですね。はい、はい、これで私たちフォーセールズのミニライブは以上となります。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、四日市のご当地アイドルフォーセールズでした。ありがとう。